チープフィッシング。チープフィッシング。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。チープフィッシングのヤースです。チープフィッシングはすぐに見失ってしまう幻のチャンネルです。忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。お魚ちゃんとは、説明しよう。魚型フラッシャーのことを勝手にネーミングしているという魚型オリジナルフラッシャーのことです。もっとも今は魚型ではないんですけどね。機能性とお手軽性重視となりました。画面に映っているものなんですけど、本来サビキ用によく使われてますよね。タコや他の魚種でも光るものに興味を示すと言われていますからね。いろいろな仕掛けに試してみると釣りの幅が一層広がりそうですよ。釣果が上がるとビールがうまい。空き缶はクズカゴに。どこで聞いたような。昭和だね。油断するとすぐに溜まってしまいます。ポイントに変えるのもいいんですけど、もう少しだけ釣りに使いませんか。反射系の缶がおすすめですよ。金でも銀でも構わないんですけども、タコや魚は反射系がお好きなようです。チープのおすすめ、この缶が一番無難な感じです。こちらを使って作りましょう。缶切りをご用意ください。このような安物の缶切りで十分ですよ。楽ちんオープナーなどの便利グッズはかえって使いにくかったりもしますんでね。缶を展開するだけですから、別の器具をお持ちの方であればそちらをお使いください。今回は上面と底面は使いません。不要部分はカットして取り除きます。切り口は意外と鋭いです。今回の作業は油断すると怪我をしますんで、十分注意して行うようにしてくださいね。小さな破片や鉄粉が出ますから、そちらにも配慮してください。屋内で作業する場合は下に新聞紙など敷かれた方がいいですね。細かな切れ端が後ほど発見されますと、ご家族からクレームを受けますよ。特に小さなお子様やペットなどがいらっしゃる方は厳重に注意して作業することをお勧めします。チープフィッシング、上の部分が外れたら取り除きます。別の仕掛けに使いそうですね。すぐに次の缶が手に入るんですから、今回は処分です。それが今回必要なのは胴体部分のみです。ここからハサミを使います。ハサミはこのようなカニ切りハサミがあると便利です。100均で売ってますよ。もちろん別の工具をお持ちでしたら、このハサミでなくても構いません。100円です。めちゃめちゃチープや。このハサミならこのようにざっくりカットしやすくなっています。台所から勝手に持ち出すと奥様からクレームを受ける場合があるのでご注意ください。100円の経費を認めてもらいましょうよ。今回使用するのは少しだけなんですけどね。缶をさばくときは使いやすい状態になるまでまとめてさばいておいた方が後の手間が省けますからおすすめですよ。今回はサビキフラッシャー程度の大きさまでしか作りませんから、縦に短冊切りにしておきますね。およそ3センチ程度の間隔でハサミを縦に入れていきます。全体にハサミを入れることができましたら、必要な部分だけをいただいて、不要部分はカットしてしまいます。缶の向きを変えて、今度は横からハサミを入れていきますよ。後で形を整えますから、この辺りの作業は適当にやってくださいね。先ほどハサミを縦に入れてますから、1枚ずつ切り離すようにカットしていきます。切り口で手を傷つけないように注意しながら切り取るだけです。そこの部分を取り外すことができましたら、ひとまず下ごしらえが完了です。そこの部分は使いませんから、今回処分します。それが下ごしらえカットは後から使うために、場所を取らずに置いておけるサイズにカットしておけたらそれで OK です。まとめて中のケースにでも入れておいて、必要な時に使いましょう。チープのおすすめ、1枚あればそれなりに作れますよ。お魚ちゃんミニを作ります。小さいがビルドも小さいですけど、
で、いやルアーなどに使う場合、大きすぎるとフッキングの妨げになったりルアーの動きの邪魔になりますからね。アクセント程度のものでいいでしょう。使いにくい部分もカットしておきます。大体の大きさを決めましたらカットします。組み合わせでいろいろ使えますからね。いろいろな大きさのものを試すつもりで作りましょう。そうしましょう。ネギ用なら 1cm×2cm くらいを基準に試されるといいと思います。大きさが決まったら角を落として形を整えます。この時の形がお魚ちゃんの由来でしたが、面倒だし機能性を考えると結局楕円形が一番効率的です。お好きなものをお試しください。それがキープフィッシング、今回は小さいものを作ります。このくらいまで小さくしました。このくらいならいろいろ応用できそうですね。穴を開けましょう。穴を開けるときにはこちらが便利ですよ。スプレー缶ガス抜きです。チープのおすすめ、押さえると針が飛び出すタイプが便利ですよ。ホームセンターとかでも売ってますけど、こちらは100均で購入したものです。お魚ちゃんの端を針の出口に当てて押さえるだけですけど、このように軽く押し当てると針の出口の感覚が伝わってきますから、出口が分かったら針の出口から指をずらして両手で押さえながら針を突き刺します。しっかり奥まで差し込んでおくと穴が大きくなって後の作業がやりやすいです。この程度の穴が開けば OK ですよ。穴が小さすぎるときは別の針や釘なんかで穴を広げてもいいですよ。次に針金をご用意ください。今回は100均で購入したものです。それとサルカンも使いますよ。スナップ付きのサルカンをご用意ください。先に針金を準備します。0.28mm の細いものでいいですよ。10センチ程度の長さがあればいいでしょう。およその位置でカットします。グリ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 。これくらいでいいでしょう。お魚ちゃんの穴に針金を通します。ワイヤーの両端を揃えて、半分に折り曲げます。接続輪の強度アップのために二重にしておきます。チープのポイント、二重にしないで使うときはこの工程はいりませんよ。ですよね。真ん中が決まったら穴に入っていない方の針金を穴に通して二重になるようにしておきます。穴が十分大きければ先に針金を二重にして小寄り状にしてから挿入する方がいいでしょうね。針金を通したら半分に折ります。ただし折り曲げ位置に折り目をつけない方が動きがいいと思いますよ。できるだけ折り目をつけないように、指先で折り曲げ位置の輪を残すようにつまんだ状態で針金を寄り込みます。このような状態になります。最後の方まで寄り込んだら動きを確認してみてください。穴の位置が合わずに引っかかるときは引っかかる部分を修正しておきます。キープフィッシング、サルカンの取り付けに入ります。小さいもので OK です。真のキープフィッシャーマンを目指すならこのようなときこそ古しのものを使用することもできます。そんなもん目指すか、ほぼ強度不要ですからね。と言いつつ今回は新品を使わせていただきます。スナップのついていない方の穴に針金を通していきます。適当な位置に折り曲げた針金を針金軸に巻きつけて固定します。針金の折り曲げ位置を変えることでフラッシャーの位置を変えることもできるんですよ。複数取り付けるときや仕掛けによって調整してみてくださいね。チープのポイント、針金を巻きつけるときはこのように輪の部分をラジペンでつまんで固定しておいて巻きつけてやると簡単にできますよ。できる限りきっちり巻きつけてください。ほころびがあると指なんかに刺さって地味に痛いことがありますからね。ご注意ください。お魚ちゃんミニ完成です。揺らして動きを確認しておきましょう。
動きが悪い時はお魚ちゃんの先端部をカットして調整してみてください。吸ってにセットしてみましょう。カチャッ、このような状態になります。イメチェンツールの一つとしていかがでしょうか。釣れます。ほぼコストをかけずに作れますからね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタンを選んでいただけたらどんなに嬉しいことか。温かいコメントなどもいただけましたらとっても嬉しいです。皆様の清き一票よろしくお願いいたします。この番組はチープな仕掛けをあなたのもとに、チープフィッシャーマンのチープ安井がお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。気をつけて。また見てね。